さあ始まりました。将棋はチャンネルということで、今回見ていくのが第82期名人戦7番勝負の第2局ということになります。第1局は見事に藤井聡太名人が勝利を収めたというところですが、続く第2局、先手番となった豊島九段、どのような作戦で来るのか、早速ね、見ていきたいと思います。さあ、初手は2六歩。対する後手は8四歩と、いつも通りですね。2五歩、そして8五歩と来て、この5手目である程度ね、作戦の分岐点になるというところですが、本譜は7八金と上がって相掛かりを目指すような形になっていきましたね。後手も3二金。それから3八銀に7二銀と、お互いね、歩幅を合わせていくような指し方ですね。1六歩と、ここで端を突き、対する後手も1四歩。そして、ここでさらに先手も9六歩と、端を突いて、後手も9四歩と、お互い端をついては受けていくというやり取りを入れてから、2四歩とね、まずは飛車先の歩を交換していきます。同歩、そして同飛車と、走っていき、2三歩に対して、ここで2六飛車とね、先手は浮き飛車に構えていくということで、先手だけ一歩交換して、対する後手の飛車先の歩は、この2六の飛車で今のところ受けてますよというところですね。さあ、この手に対しては、後手も3四歩とね、まずはついていくというところで、ここで豊島九段がね、比較的こういう古い形というんですかね、持ってくるというように、指し方もたくさん指されている形にはなってくるんですけれども、なかなかね、ここからどのような分岐点になっていくのかというところですけども、この3四歩に対して、本譜7六歩とね、指していくという手を選んできました。指し方3四歩に対してはいろいろあるところで、一例としてはね、3六と、揺さぶりをかける手も、あるんですけども、金でね、受けていくような形というところもね、ありますので、このあたりはね、いろいろと分岐点の一つとなる3四歩の局面なんですけども、本譜はここで7六歩とね、指していくというところで、比較的古い形を豊島九段は選んでいくというところですね。さあ、7六歩と、飛車の横利きが止まりましたので、この7六歩を見て、本譜は8六歩と早速ついていき、同歩、同飛車と、後手も飛車先の歩を交換をしていきます。さあ、この瞬間に先手は3六飛車とね、寄っていくというところです。いや、このね、機敏な動き、かなり事前に用意していたのかなというところですけども、3四の歩を狙っている点ですが、ここで後手は8四飛車とね、飛車で横歩を守っていくというところですね。やはり3三金の形ではなくて、飛車を使って受けていくというところになります。さあ、8四飛車を見て、先手はここで4八玉とね、ここで王様を居玉を避けていくというところですね。対する後手もここで4一玉と行くんですが、ね、よく考えられているのは、飛車をここに引いたら、一回受けなきゃいけないんじゃないのかというところあるんですけど、というのも、歩のね、垂らしとかやっぱり気になるじゃないですか。ただし、この局面は角がね、直通になっているので、先手から角交換に行けば、同銀に、例えば8八銀とかで数は受かるというところになるし、この局面積極的に行くならね、角を打って迫ってもいいのかなというようなところなので、8六歩と垂らされる手に対しては、角交換ができるので、それから対処できるので、問題ないというところですね。さあ、なので、4八玉に対しては、後手も居玉を避ける4一玉という手になっていきます。さあ、先手はここで、7七桂馬と、角道を閉じつつも8五地点でね、いつでも桂馬で利きが効いているので、まあ、抑えることはできるので、まあ、桂馬を使っていくというところですね。まあ、角交換の筋がこれでなくなったので、後手も7七桂馬を見て、4二銀とね、動いていくと。まあ、これで、角交換に同銀という形がね、キープしなくても良くなったので、王様が壁銀からね、解消されて、懐が広くなって、かつ銀もね、まあ、動いていくというところです。さあ、4二銀に対しては、先手も7五歩とね、まあ、ひねり飛車のように、まあ、飛車の横利きを伸ばしていくというところです。さあ、この局面で時間を使い、昼休憩となります。まあ、なかなかね、まあ、2日制のタイトル戦なので、比較的時間を使いながらというところになってくるんですけれども、まあ、まだまだ時間を残しながらというところですが、この局面で昼休憩プラス61分のね、まあ、長考をして、藤井聡太名人が指した手というのがこちら5五角という手でしたね。いやー、これはね、かなり突っ張っていると言いますか、まあ、飛車と角のね、まあ、可動域を可能な限り働かせていくぞというような指し方ですね。まあ、一瞬この5五角、不安定に見えるんですけど、先手から5六とかね、追い払うことがなかなかしづらいというのも、5六歩は王様の小瓶になってくるので、仮に例えば6四と引かれた後に7五に覗かれるとかね、まあ、ちょっと先手としては指しにくい手なので、なのでこの5五角、まあ、駒の働きとしては、もうね、左右縦横無尽に働いてくる、活躍できるところなので、まあ、このようにね、駒を活用していくというところですね。さあ、この角をね、まあ、先手はなかなか追いづらいというところにもなってくるので、まあ、これを5五角という手を見て、先手は6八銀とね、まあ、これも57分、先手も1時間近くね、考えて銀を上がっていくというところで、まあ、この辺りから構想力が試される、まあ、未知の局面ですね。まあ、第1局に続き、力戦形となっていくというところで、まあ、一手一手深くね、まあ、考えながら、どのように将棋を組み立てていくのかというところもね、注目していきたいと思いますね。さあ、6八銀に対して、ここで、9三桂馬とね、まあ、動いてくるというところでした。まあ、ここで1日目からね、まあ、ちょっと動きが出てくるぞというところで、まあ、後手陣はね、低い陣形で金銀の連結よく、そして懐もね、まあ、広げていってというところなので、まあ、大駒を、飛車はね、比較的渡しやすいような陣形を保ちつつというところで、まあ、さらに桂馬を使っていったので、次こそね、まあ、先手から、後手から、まあ、8六歩の垂らしとかもね、出てくる。というので、まあ、ここの8五の歩を押さえてもね、桂馬で取れることになりますので、まあ、このあたりをね、まあ、どう見るかというところですが、9三桂に対しては、8七歩とね、まあ、控えて受けて、まあ、一度この辺は抑えていこうというところでしょうかね。まあ、先ほど言った8五とね、まあ、はい、強くいくと同桂と来るんですけども、まあ、ここで一瞬ね、まあ、回って、桂馬動けないんじゃないかと思うんですが、おそらくこれは強く突っ込んできて、8四と飛車を取られても、まあ、8八とね、まあ、取っていけば、まあ、後手陣、飛車取られても、飛車に強い形で待っているので、まあ、この変化は大歓迎というところでしょうかね。まあ、仮に同金と取っても、まあ、いつでも7六桂馬の筋も出てくるので、まあ、一度飛車を防いでから桂馬とかね、あるので、まあ、ここで8五歩と突っ張ってくる手は、おそらく踏み込んでいくのが藤井聡太名人の考え。なので、この局面では、豊島九段も77分のね、やはり長考をして8七歩と、まあ、抑えていったというところでしょうかね。まあ、こうなってくると、まあ、8四飛車と浮いている価値も出てくるなと。一本、藤井名人の主張も通ってきたかなというところですが、さあ、8七歩に対して、さらに8五桂馬と、さらに駒を前に前にと進めていきますね。やはり、あくまでも後手番ながら、アグレッシブに駒を前に出していくというところになってくるんですが、さあ、この8五桂馬を見て44分考え、豊島九段は3九玉とね、王様を深くさらに行っていきましたね。まあやはりこのあたりは8七歩からの方針として一度辛抱してというところでしょうかね。まあ後手に動かしていくと。さあ3九玉を見て後手も40分考えて7七桂成と、まあ、踏み込んでいきます。さあもちろんこれは同銀と取っていくわけなんですけれども、ここで4四角と、まあ、引いていって、まあ当たりをね、まあここで避けていくと。さあ、そしてこの局面で封じ手となりまして、1日目の終了となりました。いやー、序盤からね、まあ、少し華々しくね、まあ、飛車角などの動きをダイナミックに使っていきましたけども、豊島九段もこのあたりはね、冷静に局面を収めて、まあ、桂馬を後手はうまくさばいていって、まあ、不満のない展開なのかなというところにもなりますので、まあ、ただし局面的に何かリードを奪っているかと言われると別にそこまでも差も開いていないので、まあ午前中、まあ1日目はね、まあほぼ互角のまま、まあ後手番としても不満のない展開なので、藤井聡太名人としては後手番ながらね、まあよしよしというような感じではないでしょうか。さあ、封じ手予想を一応やっていきたいと思います。まあ、とはいえね、まあ、封じ手なかなか難しいところになってくるんですけど、まあ、飛車をね、動かすのか、銀を上がっていくのかぐらいだと思うんですけどもね。仮に6六と上がっていくと、まあ、角を引いたところなので、ちょっとね、まあ、指しにくくはなっているんですけども、まあ、これは角をね、追っていくことはできるので、まあ、損のない手になるというところでしょうか。まあ、あとはね、まあ、飛車を回っていくという手もあるけど、まあ、後手もね、やはり桂馬を跳ねていって使っていく手とかもあるので、まあ、先手陣どのような形で待つのが得なのかというところでしょうかね。まあ、やってはいけないと言いますか、まあ、歩をね、取っていく手というのはあるんですけど、この手はね、まあ、こう、1七角成という手が王手になってしまって、まあ、同桂同香どちらにしても飛車を抜かれる変化になりますから、まあ、これだけはないかなというところで、まあ、3四飛車だけはないんですけど、まあ、6六銀と行くのか、7六と飛車を回っていくのか、まあ、歩は打たないとは思うんですけどね。まあ、ちょっと手がね、いろいろと方針が難しいところなので、一つにこれだと絞ることはできないんですけど、どうやるのかなというところでしょうかね。なかなか手が読めない局面になっているかと思います。まあ、ただ銀を繰り出していくのも自然なのかなというところにもなってくるので、まあ一応、6六銀にしときましょうかね。予想としては。まあ、2日目何はともあれね。注目、戦いがこれから始まるというような局面になっていきますので、ぜひともね、2日目も応援していきたいと思いますので、このチャンネルもね、よろしければチャンネル登録をして一緒に応援していただければと思います。それではね、まあ、1日目ということで、なかなか38手という少ない手数でありますけれども、まあ、2日目のね、爆発的な戦いに備えてというところでしょうか。さあ、というわけでね、ちょっと長々と喋ってましたけども、明日もどんどん動画を上げていくので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。